STS-114STS-114 は、スペースシャトルコロンビアの事故後に行われた、最初の、飛行再開、ミッションである。2005年7月26日10時39分、EDT に、ディスカバリーで打ち上げられた。コロンビア号事故からは907日、約29ヶ月が経過していた。当初の打ち上げ予定は7月13日だったが、 外部タンクの燃料センサーの異常のため延期され、結局は解決しないまま、打ち上げが承認された。ミッションは2005年8月9日に完了し、ケネディ宇宙センターの天候不良のため、第2候補のカリフォルニア州、エドワーズ空軍基地に着陸した。コロンビア号の事故は、上昇中に外部タンクから脱落した破片の衝突が原因だが、同じ問題が、 ディスカバリーの打ち上げ時に再発した。そのため NASA は7月27日にシャトルの飛行を凍結して機体に修正を加えることを決定した。シャトルの飛行は2006年7月4日の STS-121 で再開された。括弧内の数字は今回のフライトが何回目の飛行かを表す。STS-114 はコロンビア号事故後の飛行再開ミッションであり、 女性船長、アイリーン・コリンズは、STS-93 の船長でもあったによる2回目の飛行である。当初は、アトランティスで行われる予定だったが、アトランティスのブレーキシステムに不具合が見つかったため、ディスカバリーが使われることとなった。ディスカバリーは、17年前の飛行再開ミッションでも使われた機体である。STS-114 では、 国際宇宙ステーションへの補給が行われた。しかし、ミッションの主な焦点は、新しい検査と修理技術を含む、シャトル飛行安全技術の評価とテストである。シャトルのロボットアームを50フィート延長して、機器を取り付けた、サ付き検査用を延長ブーム、アブスが使われた。アブスには、シャトルの熱防護システムに問題がないか調べるためのカメラとレーザーセンサー、 が取り付けられている。主翼の前縁や、ノーズキャップや、上員室に損傷がないか、その他離陸上昇中に撮影されたビデオを見て、検査すべきと判断された潜在的な問題領域が、入念に検査された。STS-114 は L F、LF-1 と呼ばれていた。ISS への補給を行うほか、ISS の故障していた、コントロールモーメントイロも運搬された。 ラファエロが使われたのは、これが最後である。ステーションにドッキングした状態で3回の宇宙遊泳が行われた。1回目では、シャトルの熱防護システムの修理テストが行われた。2回目では、故障したジャイロが交換された。3回目では、船外保管プラットフォームの取り付けとシャトルの修理が行われ、この修理は、シャトルの飛行中に、 腹部のタイル面で行われたものとして初めてであった。このシャトルの仮面から飛び出しているタイル間の詰め物の調査と対象を3回目の宇宙遊泳で行うことが8月1日に発表された。8月3日の朝に宇宙遊泳が行われ、2つの詰め物はロビンソン飛行士が指で簡単に除去できた。同日、NASA の当局者はオービタソゲン側の船長側窓のそばにある。 サーマルブランケットを詳しく調査ていると発表した。8月4日の報告では、ブランケットが膨らんだままでもオービタの再突入には、問題ないことが、風洞テストにより確認されたと発表された。7月30日に、STS-114 の飛行期間を1日、延長して、シャトルの飛行凍結期間に、ISS の乗員がステーションを維持する手助けを、 ディスカバリーの乗員が行うと NASA は発表した。次にいつシャトルがステーションに来るのかはっきりしなくなったため、延長した日を使ってシャトルから ISS へ多くの機材が運び込まれた。シャトルのハッチは ISS から分離する前夜に閉じられ、分離後には写真を撮るために ISS の近くを飛行した。当初は2005年8月8日に大気検査突入し、 ケープカナベラルへ着陸する予定だったが、天候不良のために翌日に延期され、着陸地点もエドワーズ空軍基地に変更された。ディスカバリーの着陸は8時11分、EDT であった。離章から約2.5秒後に、外部燃料タンクの先端付近に大きな鳥が衝突し、タンクの横を滑り落ちるのがビデオで撮影された。大ビタに衝突したわけではなく、 その時の速度もまだ遅かったため、NASA はミッションには影響はないと判断した。個体ロケットブーストの分離直前に、前足ドア付近から1.5インチほどの耐熱タイルの破片が脱落した。破片が脱落したためタイル上に小さな白い領域が現れ、脱落した破片がビデオの1フレームに映っていた。3日目に ISS から望遠カメラで撮影した画像をダウンロードして、 破損したタイルが詳しく調べられた。技術者はこの領域をアブスで点検するよう求め、フライトマネージャーは4日目の7月29日に点検を行った。偽証から127.1秒後、SRB の分離から点3秒後に外部燃料タンクのパルランプから大きな破片が脱落した左上のアニメを参照。この破片は、 大きさが 36.3x11x6.7 インチ、重量が約 1LBS で、コロンビア号事故の原因となった断熱材の約半分と推測された。この破片はディスカバリーの帯タには衝突しなかった。外部タンクの分離後に撮影された写真からは、断熱材の脱落箇所が何箇所も見つかった。そのさらに約20秒後に外部タンクから分離した。 断熱材の小さな破片がービタの右翼に衝突した。断熱材の質量と衝突時の速度をもとにした NASA の推測では損傷が起こりうるエネルギーの10分の1にも満たなかった。アブスを使ったレーザースキャンと画像診断を行ったが損傷は全く見つからなかった。7月27日に NASA は断熱材の脱落問題が解決するまで シャトルの飛行をすべて延期すると発表した。しかし、検討の結果、パルランプを以後のフライトでは除去することにしたことと、ハリケーンカトリーナがメキシコ湾岸を襲ったため、次の STS-121 の打ち上げは予想よりも遅れることになった。ロッキード・マーティン社の未ー組み立て工場とミシシッピ州にある NASA のスニス宇宙センターがハリケーンカトリーナとその反乱により、 損害を受け、STS-121 の打ち上げは、結局1年後の2006年7月4日まで遅れた。ミッションの3回目の船外活動では、写真撮影で判明したシャトル仮面から飛び出している、キャップフィラー、耐熱タイル間の詰め物の対処が行われた。NASA によると、これらのキャップフィラーにはそれぞれ別の目的があり、再突入には、必要ない、ということであった。 一つは、固体燃料ブースターと外部燃料タンクの先端から発生する衝撃波によ、タイルがチャッタリングを起こさないようにするためのものである。もう一つは、タイルの隙間が広い箇所にあり、単純に隙間を狭くするためものであり、熱がシャトルに伝わらないようにするためのものである。このフィラーがなくても、再突入時に問題が起きるほど温度は上昇しないだろう、と NASA は考えた。 温度の上昇を抑えるためのもので、機体の設計寿命以上に繰り返し使った時にしか問題とならないはずである。キャップフィラーが再突入に必要ないことが分かり、単純にそれを取り除くことが認められた。フィラーの処理手順を含む概要は無線で乗員に伝えられ、シャトルで印刷された。また、NASA の地上要員が修理のデモを行っているビデオもアップロードされた。 ビデオと12ページの手順書は NASA のウェブサイトで公開されている。3回目のイーバで何の工具も必要とせず1ポンド以下の力で両方のフィラーを取り除くことに成功した。スティーブン・ドビンソンによる作業の実況は次の通りである。フィラーを掴んだ。引っ張ると簡単に取れた。この大きな問題は解決したようだ。 フィラーを引き抜くことができない場合には、単純に突出部を切り落とすだけでもよかった。キャップフィラーはセラミックが浸透した布製で固く、弓の個人のような道具で簡単に切ることが出る。キャップフィラーが飛び出していると、大ビタが再突入するときに、仮面での正常な送流が乱され乱流が発生する、問題がある。乱流が発生すると、熱い空気と冷たい空気がかき混ぜられ、シャトルの温度に、 大きな影響を及ぼされる。修理を行うという決定は、EVA を行うことでタイルを損傷させてしまう危険性と飛び出したギャップフィラーをそのまま残しておく危険性との兼ね合いであった。それまでのミッションでもギャップフィラーが同じ程度に飛び出していたことも考えられるが、軌道上で観測されたことはなかった。ISS のアームを使ってスティーブンド・ドビンソンを シャトルの下に運ばなければならない手順や鋭い道具を使うことで宇宙服やタイルを傷つける恐れがあることも危険だと考えられた。修理を試みることで事態がより悪くなる可能性も深刻に考えられた。シャトルの下での活動はシャトルアームとロビンソンのヘルメットに取り付けられたカメラでモニターされた。以前のミッション、特に、ST、s t s でも 飛び出したキャップフィラーを取り除くことは問題点として認識されていた。飛行後の分析で再突入時に観測された高音はキャップフィラーによって引き起こされたものではないかと特定されていた。STS-73 でもキャップフィラーの飛び出しは起きていた。左舷の船長側窓の下にあるサーマルブランケットが損傷し、それを取り去るかクリップする修理が検討された。 NASA の行った風洞テストでは、再突入には影響がなく、4回目の船外活動は行われないことになった。この飛行記録は概要である。より詳しい記録は、NASA タイムラインオブシグニフィカントミッションイベンツを参照のこと。STS-107 でコロンビア号を失って以来、将来のミッションでは、すぐに飛び立てるようにシャトルを準備して救出できるように、 備えておくことが考えられてきた。センサーの問題で打ち上げが伸びる以前から、救出オプション、NASA では、STS-300 と呼んでいたが計画されていた。その計画によると、STS-114 の乗員は ISS に、ドッキングしたまま待機させ、回収のために、アトランティスを4人の乗員で打ち上げる、というものである。ディスカバリーは、遠隔操作で、 太平洋に富士気させ、アトランティスで両機の乗員を連れ帰る。別の救出オプションとしては、ロシアのソユーズ宇宙船を使うものがある。プラウダによるロシアのの重役の発言、必要であれば、来年の1月と2月に3機のソユーズで9人の宇宙飛行士を連れて帰れるだろう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。